はい、ちょっと本人テイクバック投法の方が随分投げやすいということがもう分かったようでちょっと私の悪魔のささやきにちょっとこれはいいものを発見したぞという気持ちやと思います。ライズボールなんかも投げてみようかということでちょっと投げてもらいましょうか。振り回して振り回して引いて思い切って、おお、もう一つ前までやね。そしたら浮くね。おお、そう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 、全然違うじゃん。ほらもう一つ我慢して、もっと腕振って後ろに引いて引いて、うん、抜けたね。で前足で我慢せんというかね。あ、けど前足も出だしたね。そう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 、それ全然球筋違うで。抱えて前まで持ってって引いて、おーおーおお、もうなんかあれやね、もうやっぱり考え方変えてもらった方がいいかもしれんね。あー、浮いた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 。あ、すごい今の浮いたね。うん、やっぱり西村信則っていう人は運動能力と筋力はちょっと我々にはないね。ちょっと普通じゃないんね。そうですよ、うん、だから僕は70で西村に勝って考えてるのは別にどうなったら勝つかっていうゴールは分かってないので、うんうんうん、極端に言うと僕は70歳でバリバリまだ投げれてて西村が壊れてたら勝ちですよ。そうよね、っていうのは一つあるし、うん、やつはもうほぼほぼ試合でも投げてないので、うんうん、まあどの状態になった時に勝つかですけど、まあできればやつより1回だけ僕の球が速いっていう状態を作りたいっていうのがもう僕が23ぐらいでやつが18ぐらいの最初の状態からすでにそこが負けてるわけなので、そこが悔しいだけなので。と野望があるわけよね。一回だけ俺の方が早いって言いたいっていう、うんうんうん、それはもうやっぱりテイクバック投法で体使って、もう180ぐらいあるんやから、西村に勝つためにはもうテイクバックでやらんと筋力に山崎宏が対抗しようとしても日本の中でも あいつの握力と背筋力にかなうやつおらんもん。背筋力300以上で握力100以上なんて、それはねトレーニングでは無理、うん、ただ西村にいわゆる2ステップをやらせても球は速くならないし、うんうん、なので、うん、西村にはやり方しても絶対勝てんし、違うやり方でなんとかみたいな変なこだわりがあったりするよ、うんうん、お前にできること俺がやって勝ったみたいなところをやろうっていう。ただもう年齢が年齢なので、まあ、こんな上下動をして最後にこうやって、うんうん、で速い球放ろうっていうのがさあいつまでできるんだろうっていう、うん、じゃあちょっとこれはまた参考として、密かにですね練習の中に取り入れていただいて、もしよければですね、はい、これでちょっと覆していただきたいと思います。ちょっともう 2,3 球投げてもらいたいと思います。うん、ばらつきはないね。引いて引いて、体の線がまっすぐ、左腕を上手にリードして持っていくと線がまっすぐ出る、うん、これ結構腕力いるんでね、最後引っ掛けるんで上腕二頭筋かなり使うと思うよ。おい、すごい今の早いね。待て待て、ちょっと間開けて、ほんで引いて出て一休みして思い切って投げるね、うん、引いてそこで溜めといて、そっから一気に、そう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 、もっと頭も下げてグローブも下げて体重前持っていく。早いぞ